首位争いを続けるカープを応援しようと、広島市内の百貨店で前半戦の活躍を振り返るイベントが開かれています。ノーヒットノーランを達成した大瀬良大地投手の等身大パネルに、当日実際に着ていたユニフォームやウイニングボール、福屋広島駅前店で開かれているイベントには、カープ前半戦の活躍を振り返る展示やグッズ、およそ300種類が並びます。訪れた人たちは、選手の記録達成を祝うパネルを持って記念撮影するなどしていました。大瀬良選手とか栗林選手のパネルとか見てすごいなと思いました。カープ頑張れ。下馬評は低かったんですけど、みんなががむしゃらに頑張ってる姿を皆様にお伝えできればと思います。このイベントは今月14日まで開かれています。